ご視聴ありがとうございます。これよりお送りいたします作品は、吉川英治作、大谷行部、初出、昭和11年1936年現代2月号より。それでは本文をどうぞ。第一章、馬と兵と女。7月の上旬である。冬季日のカラカラと動く間に、積層雲の高い空が焼け切った鉄板みたいにジーンと照りつけていた。真っ黄色な埃が続く。淀を発した騎馬、両者、二打、包帯、流体などの甲冑の列が、朝から晩まで、そして今日でもう7日の間も、東海道の乾き上がった道を、続々と甲州路から関ヶ原を通り、遠く奥州方面へ向かって下って行くのであった。夏の戦はたまらんぞ。総理とて冬も。雪に馬の倒れることはないが、暑さでは馬さえやられる。夜はやぶっか、昼はこの炎天。一雨来ぬかな。この空では。一層敵にぶつかって、いざ戦となれば、暑さもクソもないが。敵は上杉。まだ白川合図までは何百里。うだるな。一層物の具など捨ててしまいたいが、裸で戦もなるまいし。騎馬と騎馬の上で笑い合う声までが干からびて誇りにむせそうになる。それでも馬上の武将格の者には皇軍の間にそんな余裕もあったが、お卒の心臓は口も聞けなかった。やけに竹筒の水を飲み、それがなくなると泥田の水でも小川でも水を見るとガキのように口をつけ、そうして二打の手綱を持ち、銃や槍を担ぎ、武将に叱り飛ばされるとまた大悟を作り、火みたいな息をついて、ああまだこの辺りは美濃だ、白川会津の上杉領まではと、道よりも気の遠くなる心地で泥の汗を肘でこすっては行軍した。勘畜生、また座ってしまいあった。お茶くやろうめ。大荷田のうちで突然発狂したような足軽の怒号が起こる。日射病でまた二頭の馬が大きな腹を横にして倒れてしまったのである。その腹を手綱で殴りつけていたが、馬は口に白い泡を噛んで目を鈍くしながら殴る人間を恨めしげに見ているだけであった。捨てて行け、捨てて行け。武将の声に闇馬の背から荷が解かれ、他の両者や馬の背へ移されると、もう陣列は待っていなかった。それでもさすがにまだ息のある甘い馬を見捨てかねるように、四五人の足軽は後に残って水を浴びせたり薬をかませたり手当てしていた。キビ畑、桑畑などからそれを見つけて、付近の部落のわんぱく者や鼻垂れを背負った年寄りなどが稲子のようにぞろぞろ出てきて、よう、馬が死んでろ、泡吹いて戦にならねえうちにな、どえ馬だな、こんなこんで上杉征伐に行ったら上杉にぶちまけるだろうて。皇軍からは落語するし、馬は立たないし、汗だくになってじりじりしていた細津は、あいつら何言うか、槍の柄でおきびの首を横に殴りつけた。バーッと逃げる子供の群れは疲れて桑畑の黒によろめいて、痛そうに目を潤ませていた若い女がふと足軽たちの目に留まった。見ていると女は踏まれた足の土を払って、そこへ取り落とした四角な重箱でも包んであるらしい、その包みを抱え拾って、そうして自分たちの方へ近づいてきた。ちょっとお伺いいたしますが。ああ、
なんだね。美しい女性を見ると汗も涼やかに乾くように、足軽たちはめいめい息を休めた。ただいまここを通りました御軍勢は大谷教父様のご家中でございましょうか。んにゃと首を振って、我々は小笠原秀政の手の者だ。ではその前にお通りになったのが。いやいや、今日先頭に参られたのは本田忠勝様の隊と榊原康政様の隊。では大谷様のご人数は。さあ、行部将勇様は越前の鶴ヶ城からご発行で、やはり今度の上杉攻めには徳川内府様の軍についてお出ましになるとは聞いていたが、いつごろこの辺りを通るやら。すると他の一人が言った。さっき通ってきた樽井の宿に、確か大谷行部将勇義継様ご宿舎という立て札を見たように思うが、では今夕あたり樽井へお着きになるのかもしれんな。おなご、とにかく樽井へ行って聞いてみたらどうだ。ありがとう存じまする。女はそう聞くと炎天も誇りも厭わずに、焼ける道を樽井の方へ急いで行くのであった。病んだ馬の手当てを忘れて、細津たちはその後ろ姿を振り向いていた。百姓の娘でもなし、城下の女とも見えんし、何者だろう。美しい。大谷家の人数のうちに許嫁付けの若侍でもいて、それを訪ねて行くんじゃないか。嫌になるな。はっ、おい、こいつはもう助からんぞ。瀕死の馬の靴輪をつかんで、一人は邪険に揺り動かしてみた。第二章、麦菓子。大きな木立に囲まれていて、懐の広い平庭である。木々の陰にはもう夕闇が漂って、かばしらのうなりがどこともなく耳につく。樽井の宿長の屋敷だった。大谷行部将勇義継の門を打った幕が、そこの土塀や中門を巡らして、馬屋には馬の稲鳴きが盛んであった。宿場には彼の手兵が分縮し、往来にはかがりが夕月を焦がすほど煙を上げている。これで三度目だ。いくら巻いても乾ききっているので水を吸ってしまう。具足をつけたままの小物が手桶と水尾尺を持って庭へ水を打っていた。そうして洗剤にある車井戸の方へ戻ってくると、髪も裾も埃にまみれた。しかしどこか気品のある若い女が門前から中を覗いて、おずおずとさりがてに佇んでいる。誰だそちは。ここの宿長の召使いか。いいえ、あの。そう咎められるのを待っていたように、女はすぐ言った。大谷平馬様にお目にかかりたいのでございますが。平馬。小者たちは顔を見合わせて。平馬って誰だろうか。家中にさような名の者はないが。すると女は慌てて言い直した。もし違いました、平馬様というのはご幼名行部義継様のことでございます。え、殿に。無前の馬の娘が参ったとおっしゃってくだされば、きっと殿様も覚えておいで遊ばすことと存じます。お取り次ぎくださいませ。さあ、どうしたものであろうか。とにかくちょっと待て、お組頭まで伺ってくるから。小物が奥へ駆け込むと、やがてその者と連れ立って黒かまどを着込んだ背の小作りな、そして三つ口の見るからに風采の上がらない武士が出てきた。あなたがお篠殿ですか。はい。殿にもよくご記憶でござった。会おうと仰せられますから、庭口へお回りなさい。と自身で導いていった。お篠は大事に抱えてきた風呂敷包みを持って平庭のむしろの上に座っていた。幼少から母に聞かされている平馬様とは、いや今は鶴ヶ城の主となっている大谷行部義継様とはどんな人であろうか。おどおどと胸の縮まるうちにも想像して控えていた。
暗くて蚊のうなりだけが聞こえている書院に近住たちのかすかな気配が動き、やがて明かりがぽっとついた。しのというか、行部の声であった。おしのは口の内ではいと答えただけで、その人を仰ぎ見ることなどはとてもできなかった。母は達者か。もう幾歳になるの。さよう、わしでさえ本年38歳になるのじゃから、あの乳母もはやよほどな年のはずよな。それからもいろいろと親しげに行部から話しかけられたが、おしのは思ってきたこと何一つ言えないで、ただ早速母から言いつかってきた包みを解き、中から重箱に入れた麦の内菓子と関の観音の守り袋とを添えて、母も大きゅうなった殿様のお姿が見たいと朝夕に言い暮らしておりますが、十分を病んでからは歩むこともかないませんので、私が代わりに参りました。この内菓子は母が私たちに殿様の幼い頃のお物語などして聞かせながら自分で麦をひいてこしらえたもの。またこのお守りは関の観音へご不運を祈って、これも私が母を追うて七日の参籠をしていただいてまいりましたもの。殿様へあげてくれいと母から申されてまいりました。お納めくださいますならばどんなに喜ぶことでございましょう。恐る恐るそれだけのことを言ううちに、おしのは書院の上にいる行部の姿をやっと明らかに見ることができた。その人は今自分で38歳になると言ったが、年頃は40か50か見当もつかない。左の腕を白い布で首につり、白着布で頭巾のように顔を包んでいる。そして身にも白肩びらを着、胡椒にうちわで風を送らせているのである。が、おしのは一目仰いだ途端に何かぞっと背筋に寒いものを感じて、この人が母のいつも話す行部様かと疑い、自分の母が幼少の時お乳をあげたという行部様はもっと優しい人のように言うていたがと思った。彼女の母はまだ彼女の生まれぬ頃、文後の片田舎の豪氏の子息に目の戸として父の奉公をしていたことがある。その貧しい豪氏の子が今の鶴ヶ城の大谷行部であった。玉のように丹麗なお人であったと母からは聞いていたのに、今見ればどうであろう。その面影もありはしない。気の弱い者がこの顔なりのするほの暗い書院のうちで一目そのお顔を不意に仰いだら気を失ってしまうかもしれない。行部は豪病だった。もう10年余り前から兆しが出て、今では一見してそれとわかる雷の総合をしている。髪は剥げ上がり、顔は赤黒い不気味な照りを持って、腫れた唇の脇には紫色のブチができていて、人の2倍もあるかのように全体が奇形に大きく膨れているのだ。無論まつげも落ち、視力も明かりがぽっと見える程度で、目の前5、6尺の周りしか見えないらしい。わやわのわしに。こう幾度もうなずいて、心なしかそのまつげのない目をしばだたいて、行部はおしのの言葉を聞いていたが、やがて庭の方へ向かって丁寧に頭を下げ、かたじけないと言うてくれよ。麦菓子も早速食べよ。守り札も肌につけて戦に出よう。と言った。近似に重箱を取らせ、すぐその麦菓子の一つを取って味わいながら、おしのとやら、そなたはばあやの何人目の子じゃ。4人目の娘でございます。そうか。ばあやは今どうして暮らしているの。2番目の兄がこの宿場の在方で手習い師匠をしておりまする。それへ身を寄せて
十分を養生しておりますが、もう夜年のこととて。黙って行部はまたうなずいた。そうして、木田優と近住番の三浦木田優へ頭を向け、何かささやくと木田優が奥へ入って手箱を取り寄せてきた。白紙の上に十枚の小金が並べられ、それを包むと縁先へ出てきて、木田優の手から行部の心持ちをおしのに伝えていた。おしのはそんな大金をもらっていって母に叱られはしないかと惑ったり断ったりもじもじしていた。その間に行部はもう書院の席を立ちかけて奥へ渡る廊下へ出ていた。この樽井へ着くとすぐ沢山の石田三成へ使いにあったその使者が今帰ってきたと告げてきたからである。使者の用向きは今度の上杉討伐に三成の子息隼人も従軍することになっていたので、それを誘い合わすためであった。ところがその使者と共に何用か三成の家臣柏原彦右衛門が志向したというので、奥へ立ちながら行部は「あて」と考えていた。三成と行部とは幕脈の友である。沢山と敦賀とは離れていても心はお互いに常に近かった。開け広げた三方の柱にすだれがかけてある。水を打った植え込みの陰にはシッシッと涼やかに虫の音が流れ、そこにもほのかな探偵が微風に瞬いている。すだれの前に行部は座った。彼はよほど親しい仲でない限りはいつもすだれ越しに会うのを礼儀としていた。飛行か。はっ。柏原彦右衛門はその次の間に両手をついていた。すだれ越しの白い人影を仰いで、遠所の御人たちご大儀にござりましょう。と言った。戦いはいつも良いものではないが、明けて夏の陣立ちはあの愚足というやつが着るだけでも容易でない。分けても好みのごとき病体には、と虫の音に言葉を切って、時に治部殿はご平家以来どうじゃの、元気か。自適いたしておりまする。この度東北において上杉景勝直江山城の神などが乱もなし、その御平定に徳川内府が赴かるるについて、かねて内府の心象を損ねておる治部殿にとっては、ここまたとない取りなしどころと、大行部自身は考えたゆえ、ご子息の隼人殿を誘い合わせたが、お出ましはどうじゃな。治部殿にはまた何ぞ、一徹に我を誇示しておられるのではないか。行部の低くて太い声には、憂いが含んでいた。三成のために、若年から奮敬を誓っている友のために。第三章、休活。彦右衛門はぬかづいて、実は今日もご子息の隼人と堂々のつもりでございましたが、お察しの通り治部におかれましても少々存念がござりまして、それにつきこの沢山の近くをご通行はあたとない折、親しゅうお目にかかってお話しいたしたい義もあるよしにござりますゆえ、長とのお疲れもある身入り、何とも恐れ入りまするが、曲げてご来があるようにと主人よりの口上にござりまする。わしに沢山まで来てくれとか。は。彦右衛門はすだれ越しにじっと行部の顔色を見ていた。この人をどうあっても一度は主人の居城まで連れて行かなければ、訓命を辱めることにでもなろうように。容易には行部はうなずかないのである。家康と三成との関係、またすでに樽井まで来ている自分が、皇軍を止めて沢山城へ立ち寄ったということが、上杉攻めの発行に日を急いでいる他の諸侯へ響いたら、どんな嫌疑を受けるか。そういうことも無論考えずにはいられないはずである。そういう手か。
いつまでも同じうめきとも返事ともつかないつぶやきを繰り返していたが、やがて彼の心はだんだん沢山に窒居している不遇な友の方へ傾かずにはいられなかった。参ろう、明日の夕、ご来が下さりますと、密かに、元よりでござります。彦右衛門が下がると、近所の三浦喜太夫が庭先へ回ってきて、殿、先ほどの娘にお言葉の金子取らせましたところ、喜ばしげにただいま、あちらにて遠くお姿を拝んで帰りました。誰かつけてやったか。はい、夜道のことゆえ、兵を二人ほど添えて使わしました。よう気づいてくれた。蚊がおるな。また少しいぶしましょうか。うん、竹。喜太夫は茅の葉を縁でくべ始める。その煙が逃げてゆくひさしに、なぎなたのような酔い月がさしていた。行部は月の方へ顔を向けた。油で濡れているように顔の凹凸が青く光る。早いの。何もかも一瞬じゃ。ばあやも老いるはず。そのばあやの手を離れてから30年。自分と知り合ってから22年。パチパチと貝節の茅の火が静かに跳ねている。喜太夫。はい。書院に残してきた麦菓子をこれへ。そして茶をもう一つ。胡椒がそれを持ってくると、思い出すぞ。つぶやきながら行部は麦菓子を小さく折って口へ入れながら。喜太夫。これはわしが幼少の好物。久しぶりで少年の頃の味が思い出された。そちも一つ食べぬか。それに答えかけて、喜太夫はあっと別な方へ耳を取られた。カツカツと大地を打ってゆく馬蹄の響きである。また夕立のようにわらわらとすぐ塀の外を続いてゆく兵の足音であった。よっ。俺は、かやりのそばから腰を浮かしかけると、やり組頭の岩佐五助が、何事でもござりませぬ。と、そこへ告げに来た。喜太夫はいぶかって、しかし、なんじゃ今頃。いや、後よりたった、京極高友と、さっさ行政などの人数が、よどまりもせず、先を争うて、行軍いたしおるのでございます。行部は、空耳に聞いていたが、海の出る方へ白い布を当てながらにやりとくしょぼしていた。さても、甲に飢えている人々だの。淀大阪よりこの数日に発行した者どもだけでも74大名、50000余の兵と聞く。たかが上杉の会津一城を抜くのに、ちと物々しい騒ぎではある。いずれひとまずは江戸表で、軍議その他の余日もあろうに、世を通してまで先を争い行くのは、郡以外の何者でもない。ただ、徳川内府の応募へのみを気兼ねして、悪せくと夜半までかける、昇進な大名どもの腹の底が見えすぎて、哀れが深い。思うても熱いことだな。第四章、神事神願。左近、まだか。治部少輔三成は、和山の一室で、日が薄れるともう待ちわびていた。石田には杉物とさえ、死んだ太閤が言った島左近が、ただ一人、今日の時速を許されて次の間にいたが、はっ、お見えのようで。と出迎えに立った。湖水はまだ明るかった。湖北の山々や対岸の叡山、指名ヶ岳などはもう夜の暗い姿をまとっていたが、城の大廊下には水から生える青い夕明かりが板を流れている。良い城だの。
褒めながら奥谷刑部は自身の手に指の端をほんのわずか持たせて歩いてきた。背に息吹の剣、北国東海の二道を訳し、修路一句すれば今日は一瞬の間にある。しかも平和を愛して自適するにも絶下の敬意。見えでもするように湖の方へ、また城の庭へ顔を動かしつつ、ここかと着席する。すぐ三成が見えて、行部久しいの。おう。声の方へ行部は顔を向け、自分か一別以来と少し図を下げた。三成はじっと白絹に包まれている友の頭を眺めて、よう出陣されたな。なんで。その病体を下げて。戦は体ではせぬ。気だな。ダメだと思うたらこの義継など。今日が今日、ここでもダメになれる。うん、いつも。三成は微笑を頬にのぼせて杯を取り上げた。一つ茶をもらおう。酒をやめた。さすがに行部も病には勝てず、酒までやめられたか。いや、これがな。と行部は貝の肉のように赤くただれている自分の両眼を指さしていった。飲むとこれがすぐ悪うなる。飲まいでも近頃はめっきり見えぬが。見えぬ。うん。そこにいるおもとの姿も墨で描いたようにぼーっと影しか見えぬ。自分、晴れ晴れと笑った時のおみの顔をもう一度見たいぞ。そんな子。三成は痛ましげに眉を潜めた。彼がその後の行部を想像していた以上に行部の容態は悪いのだ。つぶさに見ればよく歩けると思うような五体である。さっきから左の手を動かさないでいたが、それは知らぬので首につっているためで、明かりがその顔へかかるのも忍びない気がするほど総合も以前より崩れていた。友を悼む気持ちとともに、三成はがっかりしたような暗い血を顔色に沈めてしまった。頼みとする唯一のものがこれでは、ああこの体ではと心で長嘆しているように、湖の夜風が冷え冷えと忍んでくる。二人は揺れる火影をよそにしばらく黙念としていた。だが行部、うん、そこもとのいわゆる気は昔ながらであろうが、目までそのように不自由では戦場へ参っても働きはなるまいが、それでもやはりナイフの声がかりとあれば押しても出向かねばならぬかの。ナイフの。聞きとがめて、ジブ、それは皮肉か。世間の当たり前な考え方じゃ。人は知らず、行部この体で何の栄養栄達を望もうぞ。またこの行部には秀頼公は神邸に負わすが、徳川ナイフなどに追証は持たぬ。ただ秀頼公をお健やかに一日も早くご成人あれと祈るのみじゃ。その間は世も安かれと祈るのみじゃ。ためには徳川ナイフの命にも応じて戦もせずばなるまいが。さあその戦ができようかと案じられるが、お身にも似合わんことを言う。一人と一人の太刀打ちすらあれは剣でするのではない、心でする。言わんや戦を目でするか、目で采配が取れようか。肉眼で見える陣地や兵の動きだけをもって戦をする苔があったらたちまち負けじゃ。すなわち将の采配は十方無下の活眼で取る。活眼とは心の眼。義継まだ心の目まではつぶれん。なるほど、まだある。五気に
熱を帯びてくると、その客よりは三成の眉に急に明るいものが冴えてきた。耳だ。この耳、これも心の耳、神事として使えば、いながらに天下の動きを聞き、兵の足音、玉のうなり一つでも、よく三軍の配備を知ることはできる。人間、鼻がのうても、目を取られても、案外、不自由はせんものじゃよ。いや、よくわかった。だのに酒まで禁じて、もう四五尺先すら見えぬ目を未練げに大事があるのは、これはまた別なわけというもの。箸を取るとか、川屋へ立つとか、とかく身の回りの支えごとには、禁じの世話にもそうなりとうないでな。三成は危うく涙がこぼれかけた。この友にも、高岩の青春の日があったことをふと思って。第五章、老けゆく古心。時に。と三成は言葉とともに膝を改めた。こたびの儀、徳川内府の上杉攻め、おもとはどう思うな。行部は響きに応えるように、自分詰め寄って、それだな。今宵おみがわしに会いたいという、そこの要は、行部の意見が聞きとうて、わしの意見を聞いてどうするか。自部将いう三成にも何ぞあろうが、この身の進呈は後で述べる。ではまず愚見を申すならば、上杉景勝はそもいずれじゃ。直江山城、この度の挙兵は盛んなことだ。当時徳川内府を向こうに回して、髭を持たずに戦える気骨者はあの男か。さもなくば目の前にいる石田治部、こう二人しか天下におるまい。三成の苦笑は行部には見えないらしい。白い布を出して時々痛むまぶたに当てながら、だが交換惜しむべしという言葉は、あの山城の今度の挙兵に当てはまる。結論から先に申そうなら、あたら北国一の英傑も今度はひとたまりもない。断じて破れ妄想。なんとなれば、申しを挙兵は彼の信ずるところであろうが、人心の奇数がどこにあるか、諸侯の業望が上杉直江にあろうか、古今の大罪を持ちながら、ここの天下の勢いがどう流れているのかを知らんものじゃ。じっと天井へ顔を上げる三成は、沈黙して氷のように聞いていた。そもそもが、もう亡き太閤殿下の朝鮮駅が一つの時勢を変えている。乱世という雲はあの折から日本の空を去っているのじゃ。同時に人心は戦に生み、その後の戦は戦をなくするための戦、真の支配者を定めるための戦に過ぎぬ。猿を殿下の亡き後も、大仏殿の建立をはじめ、諸事の大工事に少しも市民の安堵を図られぬため、民はいつの間にか徳川内府の政策に耳を傾け、諸侯は争ってばっかに参じ、でなければ大阪城と徳川家と七部三部に帰するところをずるく見ている。その証拠には、内府の一声には、今度の会津攻めでも即日に七十余行の大軍が投下しているのみか、家康の一生一品を恐れて先を争ってゆく様はむしろ浅ましいものがある。だがそれが時流じゃ。見くびれぬ時の勢いだ。直江山城は内府を敵と心得て、その時勢を敵としていることに気がつかぬ。だが行部、なんじゃ。山城は私怨私欲で兵を挙げたのではない。少なくとも彼の地にはまだ亡き太閤殿下の、いや、手を振ろうとして膝から少し手を持ち上げ、自分、そこの見極めは難しいぞ。山城も去るもの、
人は知らずこの道なりは信じる。直江兼続は宝家を思う人間の一人に相違ないと。彼は亡き殿下の御坊全土制約をたちまち裏切って、秀頼公の天下が日に日に家康の手に移ってゆくのを見ておられぬ男なのだ。そうかな、と行部は深く吐いて、そうあれば同じ敗れるまでも山城のために喜ぶが、思うてもみい行部。三成の耳は赤かった。行部は自分の方へ、彼がずすっと畳をずる音をさせてきたので、はっと肩を持ち直した。つい昨日は諸国の大将名も武士も下民も亡き太閤殿下の御徳をたたえ、今日はそのように徳川内府ならでは世も日も明けぬというような、そんな軽薄な人心を、世帯を、元は憤ろしいとは感じないか。わしは恐ろしいと思う。恐ろしいとは。うむ、すぐ望む。そうしていつかいただくところの試験者を変えてしまう下民の力とその飽き性が怖い。武家は天下を自分の弓矢で奪っていると思うているか知らぬが、そうじゃない。天下は下民が動かしているのじゃ。いや、そうとばかりは言えん。彼らには選ぶべきを選ぶ知識がない。例えば徳川内府のごとき老介に我らは天下を渡すわけには参らぬ。秀頼公を差し置いてのめのめと内府の思う壺へ天下を差し出して、なんと亡き太閤殿下へあの世で合わす芳せがあるか。ではどう召さる神体な。時は今だと思う。今、直江山城が北国東国によって内府へ加担の軍を多く寄せつけているこの時に、秀頼公の御行書を来い、西に毛利島津を立たせ。当たれ。行部は三成の語気をこう沈めて、おみは山城といち早く脈を引いておられたな。上杉の挙兵はおみの策謀か、と問い詰めた。三成はそう問われることを待っていた。そうだ、行部、行部、こう打ち明けたからには、お元にはぜひこの加担をしてもらわねばならぬ。打ち明けたもの、それはこの行部と誰とに。安国寺へ行け。安国寺。毛利輝元を引き入れる手引きにな。その方は確かに立つ。危ないものよ。いや、毛利じゃない。この企てどう案じても、行部には勝ち目が考えられんのじゃ。困ったことをやられたの。行部の肋骨が大きく一つあえいだ。彼のたださえ皮膚の色をしていない皮膚は、友のために憂いに満ちてしまった。首の根が折れたように、いつまでも顔を上げないのであった。第六章、茶の日。行部は三成の企てを意外とはしなかった。しかし口をすくして、その生産のない企てであることを説いた。万一この暴挙が成功したとしても、その結果が果たして三成の考えているようにいくかどうか、また三成の頼みとする毛利、これが今の輝元のような人物では頼みにするにも足らないし、直江山城にしろ、間違えば家康と手を握る恐れも多分にある。なぜならば上杉の背後にいる伊達が立たない。伊達政宗が立つ場合は当然徳川に組するに決まっている。伊達上杉の両立は地形や家柄から見ても考えられないことである。その他味方と数える者がどれほど腰が座っているか疑問ではないか。例えば金吾中納言、浮田、その他、いや第一にである。自武将有三成というもの、それ自身が人望においてこれだけの大事をなすにはまだ足りない。人物としては太閤が目利き済みである。誰も最智、誠意、潔癖、まして正しいことを正しいとする人間である点でも当代稀な人材とは認めているが、それと特望とはまた別だ。
人が頼るということとも別だ。ナイフに比しては若すぎるし、天井往来の古つわものから見れば切れすぎて線が細い、いわゆる文官型の人物と見ている。武人とは反りの合わないことは太閤在政中からのことではないか、などなどなど、行部はいくつもの理由を挙げ、自由頼むから今度の企ては思い止まってくれと誠意を顔に燃やして言い、さらになぜ安国寺へ打ち明けるくらいなら、いや直江山城にささやく前に一言越前敦賀まで使いを飛ばしてはくれなかったか、わしはそれが悔やまれる、平常の疎遠が悪かったと歯の根を噛んで言うのであった。三成は打たれたように黙っていた。だが彼としてはもうのっぴきならぬところまでこうしていても大事は進んでしまっているのだ。また家康と彼との間は要するに合わない中で、我彼を打たねば彼我を打つという宿命的な立場にも置かれている。己を知る者のためには死すという侍の道から言えば、太閤殿下の恩光をかざし不白な人心へ功を鳴らすことだけでもと、その決心のほどはさすがに固いものなのである。困った困ったことよの、行部は繰り返すのみだった。やるならやるで、山城などが合わせぬうちなら家康の首を取る算段も他に策がないでもないに、今となってはと短足の後をまた終わったことをと全身を倒幕の中に没してしまうのであった。真意をそして信念をも共に告げてしまうと、三成は後を心涼しげに静かに隅へ立って茶の風呂釜に向かっていた。遠い磯鳴りのような釜の湯音のうちに老けた夜を感じながら、二人はしばらく背と背を向け合っている。だが行部は三成の心を、三成は行部の心をじっと互いに押し量っていた。うんと言うか、嫌と言って帰るかと三成は指尺も釜に入れる。行部はやめてくれ、思い止まってくれ、今貴様が死んで大阪城はどうなるのだ。絶叫したいような気持ちを胸に張り詰めて、その間に三成は自分の立てた茶を副座に乗せ、行部ふてまえだが、今宵は禁じを遠ざけておるから乾きしのぎにと差し出した。黒茶碗の中に緑色の泡が鮮やかに浮いている。行部はその茶の香りを嗅ぐと、はっとある一つの記憶を呼び起こした。もう14年も前になる。まだ太閤殿下在政の盛りだった。茶会が流行りごとで、大阪城でも大吾でもたびたび秀吉の催しがあり、諸侯も蕎麦衆もそれにはよく同席したものである。すでにその頃から大谷行部には今の病気の兆候が皮膚に現れかけていた。彼のそばに座ることを忌む大名もあるし、大廊下ですれ違ってたもとの触れぬようにして人は歩いた。構わないのは誰よりも太閤であった。無造作に彼に博士を預けることさえあった。多感なそして若い行部は涙をこぼしたことがある。するとある時の茶会に彼はもう一人温かい人間に出会った。それは石田三成だった。三成とは16歳からの知り合いなので、文後の片田舎に豪士の子としていた自分の才を認めて、その頃姫路城にいた羽柴秀吉に話し、初めて秀吉という人物と自分との起源を結んでくれたのも実に三成なのであった。けれど行部はその後自分も秀吉の恩光を受けて一人前の男となると、必ずしも自分を世に出してくれた三成が傑出した人間とは思えなかった。才正義潔癖は認めていたが、どこか冷たい理性化すぎる点を飽き足らなく感じていた。先輩として恩人として礼儀は取るが好きになれなかった。
どうしてもあるところ以上に深くなれなかった。ところが、その茶会では自分の次に三成が座っていた。そして濃茶の茶碗が太閤から順に飲み回しに移ってくるうちに、刑部はその茶を一口含みながら大変な粗相をしてしまった。というのはすでに病があって鼻孔が死鈍になったせいであろう。茶の中へ一滴の水花をこぼしたのである。はっと刑部は自分の顔色の変わり方が自分の目に見えた気がしたと、次の席にいた三成が、いただきましょうという刑部はうろたえた。他の人々の静かな目も複雑に動いた。いや、これはと言わざるを得なかった。すると三成はニコと笑った。私で止めまする。三成の指に力を感じたので、刑部は胸を躍らせながら話した。三成は何のこともないように飲み干して、作法のように茶碗を収めた。それからである。刑部が三成の冷たく見える性格の中には、誰も知らない熱い熱いものが灰をかぶっていることを知ったのは、そしてこの友のためにはと密かに思い、進んで噴景の交わりを求めていった。三成はまた事故に収房の足りないことを知っていたので、刑部の世話といえば誰よりも彼が先にしてきたのである。第七章。御三、今夜は帰らせてもらおう。戻るか。刑部はとうとう王とは言わなかった。嫌とも言わないのである。黙って沢山から籠に乗って、夜中に樽井へ戻った。籠のうちに揺られながらも、思い止まらせたい、何としても。それしか考えられないのであるが、もう引き戻せる三成でないことは彼も観念していた。引き戻せないとしたら、今はそれを思うのだ。それを思い悩むのだ。明くる日、樽井を立つはずの大谷勢は、依然として宿尾佐の屋敷にとどまっていた。ご病気が急に変わって、という噂が宿に広がった。刑部の部屋には、実際幽庵の木が、すだれのうちにこもっていた。白いヤグが、昨日の昼中、今日は酔いから述べてあった。その上に行がしながら、刑部は見えない目を天井に向けたまま考えていた。もう迷っていない。あの一晩の茶の香りで彼の胸は定まっていた。必ずしも人間、英雄でなければならないことはない。生産に立ち、対極に動くことばかりが武士でもない。三成、くれてやるぞ、俺の命は。しかし、まだ沢山へ答えを送ってやらないのは、とつこうつ、この天下の大破局を、いかによく彼に味方するか、整えを味方に持たせるか、そして戦うか、戦うからには勝たねばならないのだ。勝てないと分かっている戦にも、小西行長、あれはまず三成で動く。前田も義理で立とう。増田、長宗我部、丹羽、宇喜多、島津はいかに。真田、あれこそは、兵数にかかわらず、ぜひ味方にしなければならない一人だ。三成は果たしてそこまで目をつけているかな。義太夫、夜中だった。はっ。五助にこの文持たせて、密かに、沢山へ使わせい。いつの間に。と三浦義太夫は驚いた。手紙はかけていたのである。湯浅小助がそれをもって沢山城へ急いだ後、すぐ樽井を出立の命令が触れ出された。しかし東海道へではない、養武将いうこと病気と触れて越前敦賀へ引っ返したのである。乳白色の闇である。夜は明けているのだ。しかし史跡の外をわきまえない
今朝の霧であった。9月15日は前日から降りに降って、今朝もまだその濃霧のうちに時々ひどい土砂降りがかけてくる。関の藤川、牧田川、相川、久伊瀬川など、関ヶ原の荒野と盆地をうねる河川は真っ赤に濁り、とうとうと泡を噛んで太い水かさを押し流していた。雲が来る、雲が去る、時折日が差した。荒野を囲む丘、山、峰が黒々と肌を表す。その要所要所に柵が見え、旗差し物が濡れて立ち、陣馬が点々と望まれた。西軍石田三成以下、小西、小早川、毛利、夏夏、安国寺、長宗我部、宇喜多、大谷などの8万あるいは14万とも号している大軍の陣営である。もう各所で戦端は開かれている。泥になって殺到した東軍とその東軍の総帥徳川家康は桃配山に本営を置いていた。見ると松尾、南宮、平野を除く以外はすべて戦闘の完成だった。この一撃にと三成は思った。家康の本気をつけば必勝は疑いない。彼は笹尾の丸山に立って、行部はと一方を凝視した。今度の乾坤一擲に彼が誰よりも頼みとしているのは大谷行部である。その行部の陣はもう関の藤川を乗り越えて東軍の東道京極織田の大軍へ奮陣を上げてぶっつかっているのだ。カーンタタタタタタというような地崩れとも縫製ともつかない音響に混じって陣馬の声と金属的な響きとが絶えず鼓膜を圧してくる。鉢金に締め付けている頭脳が時々ジーンと痛んでなる。やっている。三成は見えない友の姿へ微笑を送った。大きな満足に包まれた顔だった。行部の命をこの度は何も申さず陳情しようと沢山へ行ってよこした彼の最後の手紙がふと目に浮かぶ。のろしのろし、旗本へ叫ぶ。手はずがあったのだ。ズドーンと黄色い一条の煙が宙へ走り上った。味方金吾中納言秀明の15,000と吉川広家の手勢がこれを合図に山を降りて敵の背後をつく約束であった。どうしたことだ小助、見てこい。三成は苛立って湯浅五助を島左近のところへ走らせた。左近も地団駄を踏んでいた。何度合図を示しても金吾秀明も吉川広家も言い合わせたように動こうとしないのである。火は一死かける。大谷行部の陣からも小早川高影からも催促の急死がかけた。だが秀明の陣では老身が出て感度悪い返事をしたり弦を左右にしたりして拉致が開かない。同じように正午頃には家康の方からもすでに関ヶ原は合戦の真っ最中である、かねてのご制約通りに裏切り召されよとたびたびの催促が通っていた。なお動かないのである。家康は小せがれめに計られたかと陣地に立って指を噛んでいたが、金吾秀明と広家との後輩一つで戦は味方の敗れか勝ちかの境になると誘いで棒を打ちかけと命じた。日和見の秀明の陣へ誘い鉄砲が浴びせられた。その時である。15,000の兵がわーっと裏切りの時を挙げて大谷行部の側面へ不意に600の鉄砲を揃えて撃ちながら山を駆け下っていった。第8章一つの丘。案の定な。大谷行部は金吾秀明の裏切りと聞くとそうつぶやいて、手から水が漏れたか
是非もない、この上は。と腰の四方を払った乗り物から身を出しかけると旗本たちが、ここも早あまりに敵と間近、お慎み申し上げまする、と腰を担ぎ上げて丘の小高いところへ駆け上った。小銃の弾が腰の竹に跳ね返った。行部は、乗り物を南へ向けい、と言った。貧獣たちはわざと干木の陰へそれを据えたのであるが、訓命なのでやむなく敵の大軍へ姿をさらすような場所へ腰を置いた。じっとその中で行部は彼のいわゆる心眼と心事とで、関ヶ原一帯にわたる東軍と西軍のすさまじい戦闘を見ているのである。その日の彼の支度を見ると、肌には練り絹の二つこそで、上には墨で上司らしを描いた白の鎧ひたたれをかけ、兜はかぶらず、さぎ絹の袋頭巾に朱の頬立てをして尾を顎に結んでいた。見える、聞こえる。行部の胸には鏡のように時勢の渦が、その赴く流れの行方が映る。今行部の周りには五六十人の兵が囲んでいた。他の手勢は裏切り者の秀明の大軍とぶつかって敵を350も撃ち、味方も100以上の死傷を出したので、その後は四散してしまっている。行部の姿を丘の上に見つけて喘ぎながら集まってくる者もあったが、極めて少数だった。その者たちは皆主人の前にぬかづいて、平家稲葉殿も討ち死にいたしました、重政殿もお見事に、と味方の悲壮な哀報ばかりを伝えた。行部の顔には血海が流れていた。血の涙のように家臣たちには見えた。一族あらかた先を急ぐ木の葉のように散り終わった。行部はしかしまだ腰の内に黙念と座していた。自分もついに行くところまで来てしもうたな、欲しい男だが。つぶやくのがそばの者にかすかに聞こえた。見えぬ目がその時きっと横を見た。ざわめきのうちに何を知ったのであろう。五助か、と言った。あ、五助参りました。湯浅五助が戻ったのである。行部はこの男の報告を待っているのだ。勝敗は、とややせいて聞く。いかようとも、もはや盛り返す手立てはないかと存じまする。五助の落ち着いた言葉を聞くと、そうだろう、常と変わらなかった。そうして静かに、皆の者前へ、と呼び集めて、血を絞っているように開かないまぶたを家臣の上に向けた。よく戦ってくれた。かような不具の主人をもって晴れ晴れしき思いもさせず、今日までの中勤、行部なんと礼を言おうぞ。ごうごうと陣畜の殺戮に空もなり大地も湧いている死の旋風の中で、ここの主従だけはひっそりとおえつのうちの親と赤子のようになっていた。しかも最後の日まで、と言って行部もさすがに声を詰まらせた。家臣たちはかつて見たことのない主人の相貌を初めて見た。そうして見ることの終わりだと思った。この目が見ゆるならば、そちたちと共に駆け下りて、手ずから一戦もののふらしい死に様を遂げたいとは思うが、この不自由、わしはわしで死の道を取る。そちどももおのうの目覚ましゅう死のうと思う者は行け。わしに構わずに望む敵をめがけて行け。またふるさとへ去りたいと思う者、老いたる親でもある者は逃げたがよい。することはもう我らはしたのだ。しかしいずれにせよ今が別れ、せめて声など聞きおきたい。おのおの
わしの前へ来て名を名乗り、それを英別として知ろうぞ。は。しばらく誰も声を出さなかったが、もう丘に近い河原寺まで敵と少数の味方の声や打ち物のおめきが聞こえてきたので、行部は「言うよすな」と叱った。四五十名の家臣たちはおのおの平城の役名と姓を名乗って、それを別れに槍を取って丘から敵の中へ駆け去った。行部が名も知らない馬屋の口取りの小物までが名乗って去った。もうそれだけか。五助だけがお付き添い申しておりまする。うん、そちはまだいてくれい。と瞑想するように腰の中にうつむいて何を思ったのか、行部はにやりと笑った。氷に動き、氷のために節を売り、氷のために戦っている無数の教官を哀れむ者のように皮肉な微笑をたたえているのだった。よかった、自分はどこまでもわしの良き友じゃった。この体でこういう折もなく生きながらえていても、せいぜいあと5年か10年、わしはすることをした。少なくとも氷のために動いたのではない。これも自分の恩だ。良い友は持ちたいものよの。言い終わった途端に五助は丘の後ろから駆け上がってくる敵を見たのである。捕獲もと主人へ叫んだ。行部はほうと言って腰から体を出しかけた。湯浅五助はそのうなじを望んでピュッと刃をハスに鳴らした。そうして主人の首を抱きしめると袖に抱えて、泣くとも怒るともつかない血相を持ったまま、乱軍を包む白い霧の中へ駆け入ってしまった。吉川英治作、大谷行部。全文読み切り。書出昭和11年1936年、現代2月号より。